はい、本日はですね、ベストバイマウンテンパーカー3選をご紹介していきたいなと思います。ということで早速いきます。まず一つ目っていうのがですね、こちらクレアスです。僕も最近ずっと言ってますし、こんだけちょっと話変わるけど前置きない動画あります？すぐ単刀直入に本題入るけど、これがね、春に買ったモデルなんですけど、今もはやマウンテンパーカーって戦国時代になってるんですよ。もう今までってノースフェイス一強やったのに、ありとあらゆるブランドがブワーッと出てきてるわけなんですよ。だからもうマウンテンパーカーもノースフェイスうかうか知られへんで、なんでそんなこと言えんのっていうと、これが最もシルエットとして完璧やから。このデサントのクレアスがとんでもないぐらい仕上がってるんですよ。でどれぐらい仕上がってんのって言われると、まあ、よく動画でも僕ちょくちょくなんかコーデ何選とかっていう時、秋の着たい洋服とかってこっちにサムネ出てると思うんですけど、その時とかもこれ紹介してたんですけど、まあ、今みたいなこう黒のパンツでシュッて合わせるっていうのも全然いいし、白パンも履いたりその動画ではしてたんですけど、そんなも全然合わせれるし、それでいってめちゃくちゃ形綺麗なんですよ。マウンテンパーカーってね、みんなねこの状態が完成やと思ってる人もいるけど、いや違う違う、締めた時が完成形やから、ここ締めるじゃないですかと。そうした時に見てくださいと、ここの空間わかります？このホットゾーンって言うんかな、この空間を保ってくれてるマウンテンパーカー他ありますかっていう話なんですよ。だからなかなかここってペターンとするんやけど、ここにちゃんと真珠っていう中にこう芯を入れてることによって立体感ができるっていう、これマウンテンパーカーの革命なんですよ。こんだけ僕熱く語ってレビュー動画でクレアスのことをアクレスってずっと言ってたんですね。でアクレスアクレスって言ったらね、鬼のようにね名前が間違ってる、お前取り直せとかね、ご指摘を皆さんからいただいて本当ありがとうございます。あれによってアクレスじゃないとクレアスなんだっていうのを覚えてもらったし、これ紹介しようと思った時に危ない、アクレスって言いそうになって、でもう一回検索だけしました。アクレスで合ってるような、クレアスやったセーフと思って、クレアスですねこれね。名前を忘れてしまうぐらい完成してるジャケットっていうのがこのマウンテンパーカーでいうとこちらなんですよね。だから去年までやったら入ってこない、そもそも僕出てたかどうか知らんし買ってもなかったから、僕のおすすめには出てこなかったんですけども、今年の春買った時に、なんやこんな仕上がったマウンテンパーカーあったんと。やっぱ年とともにね、新しいものにねなかなかこう食いつけなくなってきてて、まあ、とは言いながらも、まあノースフェイスのジャケットあるからええかとかって思ってたんやけども、トライしてみやなあかんですね。なんかもう今まで通勤とかも定期でずっと通ってたけども、なんかイコカがあるらしいで、スイカがあるらしいで、でもそれめんどくさいの手続きって言って一回やりだしたら、もうめちゃくちゃ便利やんと、めちゃくちゃ便利でピピ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 通れるやんと、あんな改札ぐちぐちぐち通らんでええやんっていうぐらい、まあ新しいことっていいじゃないですかってなった時に、マウンテンパーカー戦国時代において、このクレアスはベンチャー企業みたいな、最近グワーッと上がってきてるのがこのクレアスなんですよ。で今回紹介する中でも一番値段安いんかな、でも値段的にはそんな高い方ではないんですね。一応まあ5万円台してるんやけども、まあ、正直ね、マストバイってこれタイトルついてるから絶対買ってくださいっておすすめするぐらいのレベルになってくると、やっぱり 1,2 万ではちょっとなかなかないんですよ。ここまでの立体的な縫製とかってなったら、そら単純作業じゃないから、小学生中学生高校生ができるレベルの縫製ではないじゃないですかってなってくると、やっぱりプロじゃないとできない縫製になってくるから、その分値段も高くなってくるかなと思うんですけども、まあ、そういったところでまず一つ目っていうのが、クレアスですね。ただこれにもちょっと注意点がありますので、僕の視聴者さん本物志向の方が多いから、でそうやったらもう一個上のランクあるやんって気づきはるんですけど、ちょっと待ってその話は後でするからってことなんですけど、二つ目いきますね。二つ目っていうのは何かというと、まあこれも見覚えありますね。ラオジャケットなんて言っておりまして、その戦国時代が始まった理由っていうのが、もともとこの織田信長レベルのこのマウンテンジャケット、別名ラオジャケットっていうのが存在してたからこそ、各ブランドっていうのがこれを抜かせ追い越せっていうことで始まった、このマウンテンパーカーの国取り合戦っていうのがあるんですよ。っていうところになった時にはやっぱり元祖なんですよね。これを外して何を選ぶのってなったら、やっぱここしかないよねって。もうこの良さについては散々喋ってるし、これはもう何も言わんと質問せんと買ってっていうぐらいめちゃくちゃいいですっていうのを、こんだけ言っててもほんまにいいんですかって言われるんですよ。もう買ってくれと、もう何も聞かずに買ってくれっていうぐらい仕上がってたとは言ってたんやけども、このマストバイ参戦出てきたってことは、ほんまはやったら今までは一強ですだけど、この3つが出てきて、で次のブランドは実はノースフェイスじゃないので、ノースフェイスの中でマウンテンパーカーなんですかって言われたらこれです。 100% これ、もう自信を持って紹介する。これで満足せえへんって言ったらちょっと難しいよねっていうところになってるので、もしこれ以上のマウンテンパーカーがノースフェイスの中であるよっていう方がいらっしゃったら、ぜひね、あのメール欲しいなって思うぐらい、もらわないけどね、そんなんもらったってしゃあないからもらわへんけども、それぐらいっていうのが2つ目で、次っていうのがラスト、これ何かっていうとこちらですね、ベータジャケット。これはアークテリクスなんですけど、そもそもこのマウンテンパーカー戦国時代の口火を切ったっていうのはこれなんですよ。もうこれがもう僕が勝手に戦国時代とか言ってるけども、この一強でした。マウンテンジャケットノースフェイス一強で、誰もがもう戦えないと思ってた、その時に彗星のごとくピューって現れてきたのが、このアークテリクスのベータジャケットだったんですよ。まあこれに関してはちょっと用途は若干違うんやけども、まあ、マウンテンパーカーという括りでは一緒なので、生地の厚みとかも全然違うんやけどもね、まあ括りとしては一緒なんで今回選んだんですけど、現在の日本のトップ層とか、ちょっとハイテクな企業とか、そういうところに勤め
めてる仕事できるサラリーマンの人は休日に着がちっていうね、アークテリクスのこのベータジャケット着がちです。あのトップ層の人らは。なんでかっていうとこれ値段高いんですよ。7万円ぐらいするんかな、68,200円ということで、まあ、どうせまた来年値段上がりするでしょその時には多分7万円余裕で超えてくれるでしょってなった時に、それを買える層ってなってきたら、ある一定の層以上になってくるんですよ。だからこれを着てるだけで、あの人は多分ええとこ勤めてはるなっていうのが一発で分かるんですね。なぜかというと無駄が削ぎ落とされてるんですよ。例えば本来とかやったら、いやいやファスナーってこれシングルファスナーよりダブルの方が良くない、確かにこれダブルなんですよ両方ともね。でダブルファスナーやけど、いやいや普通使うと、ダブルファスナーで下のファスナー開けることありますか、確かにあんまないよね、じゃあこれでいいやんってなってくるし、ポケットも最低限のポケットが1個2個、この両脇にあるだけで、ほんまやったら作り手としてはこの胸にここにもつけてみたいなとかね、内側も1個はついてるんやけども、もう1個こっちもつけてみようかなとかって思うんやけども、最低限のポケット数にしてるし、最低限のファスナー数にしてる。それによってシンプルな上に完成された出来上がったジャケットっていうのがこのベータジャケットになるわけなんですよ。ただそれぞれにちょっと注意してよっていうことがあるんですよ。このまま、あそうなんや、ほんな買おうかってなったら、類似商品もあるし、ちょっとハイエンドモデルもあるんですよ。一番最初のねクレアスに関してはもう一個ハイエンドモデルがあるんですよね。しかもこれゴアテックスのプロバージョンっていうのがあるんですよ。このクレアスノーマルバージョンはって言ったらゴアテックスではないんですよね。日本の防水生地を使ってるってなったら性能としては圧倒的にプロバージョンの方がいいんですよ。ただまあこれになったら12万ぐらいするんですけど、じゃあいいやんこっち買おうかなと思ってはる方いらっしゃると思うんですけど、これはね首元の空間がないんですよ。それはもうパターンで多分おそらくないし、そのゴアテックスを使ってる以上真珠が入れられないっていう可能性があるんですよね。ゴアテックス使うと勝手なことできないんですよ。あの真珠使うと防水性が落ちたりとか、あとそもそも新聞テープではつかないとかっていう問題が、多分縫製上の問題が出てるんですよね。それによってここが普通のマウンテンパーカーと変わらん仕様になっちゃうんですよ。だからせっかくクレアスの良さであるこの通常モデルね、首元にある謎の空間っていうのがあるじゃないですか。この謎の空間をこれができなくなっちゃうんですよね。だから本物志向の方とかってもう一個買いたいっていう方もいらっしゃると思うし、やっぱり洋服とか何でもされたもんですけど、料理好きな人が100均で包丁買わへんじゃないですか。やっぱり料理好きな人って何枚もする包丁買ってやってるし、プロの板前さんが僕ダイソーで包丁買ってるんですって言ったらそんな店行かんとこと思うけども、それと一緒で洋服好きな人とかってやっぱ洋服にお金かける人が多いと思うので、あじゃあハイエンドモデル行こうって思っちゃいがちなんですけども、いやちょっと待ってくださいと、マウンテンパーカーとして名前は一緒なんですよ。クレアス EXP っていう名前になってるんやけども、名前は一緒なんやけども、もうそらもはや別物ですと。首元のこれを僕と同じように気に入ってくれた人は選ばない方がいいよっていうところがね、クレアスの注意点になってます。耐水性って実はこれ1万ミリぐらいしかないんですよ。なので例えば嵐とか来ちゃったり、まあ、台風の時とかやったら浸水する可能性全然あるんですけど、誰が台風の時外出てんねんと。台風の時によしスタバでも行こうかってやつおらへんじゃないですか。ドトールでも行こうかなって。あちなみにね、大体ねスタバは仕切りが高いからドトール行きがちっていうのが、まあ、おじさんのあの常識なんですけどもね。そんな時に出かけようと思わへんから、まあ、台風の時とかやったらまあまあええかも出やんとこかって普通なるので、まあ1万ミリやったら普通の小雨とかはもう全く問題ないっていう感じです。だから性能だけで見るとちょっと向こうの方が上やから、いやこの性能でここの首元出しようと思うんやけど、やっぱりゴアテックスを採用してるがゆえにできないっていうのが多分法制上の悩みやと思います。このゴアを使うだけでめちゃくちゃ細かく検査されるんですよね。ほんまにどこからも漏れがないか、あんだけ首元開いててギュッて締めて、それで水が入ってこへんかったらいいけども、あんだけ首元開いてて入ってきますよね、そしたら私のゴアテックスは使えませんって言われたら終わりなんですよね。なのでまあそういうところでちょっと仕様を変えたんちゃうかなと思います。で次のラオジャケットなんですけど、まあ、これに関してはもう一個ランクを下げて、マウンテンライトジャケットはどうですかと、こういう案もあるじゃないですかと。なんでかって値段がだいたい1万5000円くらい違うんですかね。1万5000円くらい落とすとマウンテンライトジャケットがありますよと。タクゾーこのラオの方がやっぱいいって言われるかもしれんけど、どうぞ買ってください。マウンテンライト、僕のこの意見を無視してね、過去に今までの散々と愚者たちがマウンテンライトに行きました。マウンテンライト行った結果あなたたちどうなってますか。そう、結局ラオ買ってるんですよ。って考えたらね、6万円のラオジャケットとマウンテンライトジャケット、マウンテンライトジャケットは4万4000円、2着買ったら10万になるんですよ。だから一発目からもうこれだけにしときって、もうこれだけ買っとったら6万で済むからって言ってんのに、過去の愚者たちはもう経験に学んでないわけなんですよね。って考えた時に、もうマウンテンライトジャケットはちょっと一回置いといて、マウンテンジャケット買ってどうしても欲しかったら買えばっていう、そのあえてランクを下げたところを買いに行かんと、最高級を買ってそれでも欲しかったら買うっていうのが多分正しい買い物のやり方なんですよ。で次ベータジャケットかなんですけど、次もう一個上のベータライトウェイトジャケットっていうややこしい名前のこのベンチレーションがついたりとかっていうこともあったりするんですけど、まあ、はっきり言ってこれは必要ありません。値段が8万4000円まで上がるので、だいたい1万5000円ぐらい高くなってくるんですけど、
ど、こっちに関してはレータージャケットの良さって何でしたか。せーの、軽いやつですかって考えた時に余計な機能をつけて重くする必要ないんですよって考えたら、まあ、これは別にベンチレーションがこの脇元にあるとかってなったら登山する人はこっちの方がいいけど、登山しないんやったらこっちで、そもそも登山する人はアーク買わへんって僕思ってるから、登山の人はモンベルやって勝手に思い込んでるんですよ。知らんけどね、勝手なイメージだけどモンベルやと思ってるから、登山する人って買うんかなって思うし、あともう一個気をつけてほしいのが、これアークテリクスとノースフェイスあるあるなんやけども、アークテリクスのビームスコラボとかね、ノースフェイスのこれもビームスコラボとかっていう、こういうわけわからんのは買ったらダメですっていうのも、性能がないんですよ。このノースフェイスのビームスコラボとかって全く何の性能もないやつで、その時に真新しく見えるじゃないですか。コラボとか言ってもうこれ限定何着なんですとかって言われたらすごいいいなとかって思うけど、一回も着たためしない、もうこれずっと眠りっぱなし。このアークテリクスなんかも、いやアークテリクスって普段黒と白ばっかりで味気ないよ、だからちょっとこういう派手なやつも一回トライしてみたいって思うんやけども、じゃあ僕がねこのジャケット着てね、たまたま仕事の同僚の人と会いましたと、このジャケット着てちょっと飲み会行ってたりしたら、たまたま隣の席が同僚やったとなった場合、普段あいつスーツバッシー決めてるのに休日あいつウルトラマンやってるって言われるじゃないですか。だから裏で僕のあだ名がウルトラマンって言われ出すんですよ。って考えた時に安定のところ行っとくと、アークに関してはもう安定は黒なんですよ。カラーが得意なのはノースフェイスとかパタゴニアとかが得意やから、そこでカラーを遊ぶってなんやけど、アークテリクスはもう持ち屋持ち屋黒が得意なブランド、もう余計なウルトラマンとか買わない、もうそれをしとく。でノースフェイスに関しては逆にカラーが得意やからカラーもんで行くっていうのもあり。そういうことをすることによってね、ついついやっぱりこうコラボとかって真新しく全部見えちゃうし、これだけじゃないです、マウンテンパーカーだけじゃなくていろんなコラボっていうのがあるんですけども、それが素晴らしいアイテムとか性能がいいとか、ほんまに日常として使えるっていうのであれば全然 OK やと思うんですよ。素晴らしいと思うんですけど、これ日常で使えるカラーリングかなとか、そもそもマウンテンパーカーと思ってたから機能性あると思って買ったけど機能性ないんだとかってなったりしたら、この自分が思ってるのと若干違うんですよね。なのでその辺はね、分かった上で購入するってなると全然問題ないんですけど、分からず買っちゃうと陰でウルトラマンって言われたりしますので、気をつけていただきたいなと思います。ということで以上3つが、マウンテンパーカーおすすめです。で僕自身もマウンテンパーカーに関してはもう何十着って買ってるんですよ。何十着って買ってる僕がやっぱり結局35万のマウンテンパーカーも買ったりしたんですけど、着ないんですよね。だから、まあ、普段から使いやすいものの方がいいんかなって考えた時に、この辺が非常に使いやすい、値段もそんな30万とか40万とかじゃなくて現実的な価格帯、まあ、僕のチャンネル見ていただいてる方の、まあ、視聴者さんからしたらこの価格帯ぐらいが標準なんかなっていうことで選ばせていただきました。まあ、今回は僕自身がこう使ってみたりとか着てみたりして、上であこれちょっと他と一味違うな、あ面白いええやんっていうやつをねご紹介させていただきました。まあ、また来年とかになったらちょっとマストバイのやつが変わってくるかなと思うんですけど、まあ、2024年現在でマストバイって言われたらもうこの3つぐらいしかちょっと浮かばなかったんで、3つあと注意点とかいろいろあったんでまた見ていただけたらなということで、本日はですね独断と偏見で選ぶマストバイのマウンテンパーカーをご紹介させていただきました。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。